どうも高井です。なぜ9割の人は誤った話術を正しいと信じてしまうのか、その元の原因というのはテレビ番組あるんじゃないかなと私は思っています。テレビ番組のメインキャスターと言われる仕事はお笑い芸人出身が多いですよね。全員がそうとは言い切れませんけど、お笑い芸人出身が多い。流暢な話で視聴者の笑いを取る、そんなエンターテイナー、そんな仕事ですよね。その仕事の出身者が多い。そんな映像を見ていると思うのが、ああお笑い芸人って話が上手い人じゃないとなれないんだとか、才能がなきゃできないよねとか思いません？彼らは話術のプロではなくてお笑いのプロという認識で私は見ているんですが、ほとんどの人はおそらく幼少期からこれまで義務教育を通じてでも、もしくは高校大学といったところでも人の前に立って話すっていう授業ってあんまりないよね。まあみんなの前で目標を語るっていう年末年始の抱負みたいなことはあるかもしれないけど、それって年に1回くらいだしね。高校や大学でもプレゼンの授業ってあるかな。大学だったらあるかな。ただそれって全体の一部でしかないんですよ。早朝に私は今日こういうことするなんていう学校今あるかな。一部にはあるかもね。ただほとんどない。みんなの前で話をするって環境がない以上、これから先もないかもしれないよね。そんな人たちが話術ってなんだろうみたいな思ったら、ほぼ必然的にテレビ番組で流暢に話しているお笑い芸人出身のメインキャスターの人の顔、もしくはその人のトークのイメージが強くなってしまう。そしたら話術っておそらくああいう人たちが喋ってることを言うんだろうなっていうざっくりしたイメージになっちゃう。そして読書家に対して言うのは、本ってこの本はちょっと例外なんですけど、9割方の本って話術の中でもセリフをほとんどとした内容になっています。相手がこういうことを言ってきたらこうやって返すっていう、そのセリフが書かれている。話術の基礎っていうのはのベースっていうのはほとんどの場合は書いてなかったりするし、書いてあっても全体像は書いてないわけですね。この本は全体像は書いてあるんだけど、どんな風に磨いていったらいいよって話は載ってないんです。もうこれはね、著者が意図的に隠しているのか、それとも著者が知らないのか、そのどちらかなんですか。非常に誤った情報多いですよね。なので私はそういう情報を開示すべきだと思っているし、知らなければ教えてあげたらその方がみんなのお金の節約にもなるし、無駄なお金を支払わずに済むよっていう思いで作ってます。その具体的な、どういうふうな磨いていったらいいかっていう動画は、私は以前作ったコンテンツ、9割の人が磨き方を知らない影響力を出すシンプルな話術の基礎という動画に、こういう順番で動画見ていったらいいよっていうふうに目次録っていうことで表現したので、そちらを視聴してください。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。それでは。